あのベビーロスということで、最後は人狼のゲームして終わりましょうっていう感じで、物理的に、物理的にね、物理的に、物理的に、9人分やります。イエーイ。狼が、じゃあ狼が2匹、フラ石が1人、エヴァ石が2匹、村が5匹か、5匹、そうですね、村5ですね、2人が4釣り、はい、占い師いる、いる、占い師いる、占い師はいない、占い師はいない、チョコがちょっとだけ下がったよ、ポンちゃん、村語りは、村語りは、じゃあいい、いい、OK、では、人狼ゲーム最後のプログラム、人狼ゲームやっていきましょう。私が名人だった時なんですけど、これはやっぱ思い出としてはいい思い出だったんで
難しいんだけど、うん、その決勝に行くにつれてめちゃくちゃ感動して、うん、だから1が好き。うん、どうしようか。じゃあ進行を取りまとめるね。うん、自分がこの人一番怪しいなっていう人にせーので指さして、その人が釣り対象になる。オッケー、ありがとうございます。パパッパーと。むずいなぁ。パパッパーと。3、2、1、はい。私刺してる人。前は刺してる人。はい。1、2、3、4。赤刺してる人。0、鳥ちゃん刺してる人。はい。3、3が前、ムキムキ刺してる人。はい。1、サラちゃん刺してる人。はい。1、で終わりかな。はい。得票した人。はい。4票が、マイマイ、3票が、トリちゃん。今回は、ここに受けた人に分かった。ミキミキ1票かな。ミキミキ3票。どうです？あ、あと4票。あ、いいっすよ。ちょうど4人。ちょうど4人。今ちょうどか多いかもわかんない。どうですか？逆にこの意見聞きたいっていう。誰ですか、トリちゃん。誰ですか？そこ投票しました、ちなみに。はい、はい、お願いします。お願いします。あって、辛そうでした。うん。あ、なんかすごい印象として。だってこれって、楽しかったことなんだっけ？あ、思い出。思い出。思い出としては、思い出か。いい思い出としては、強烈なのよ、私からすれば。そうだね。例えば、まあ逆に人狼だったとして考えてほしくて、こんなん出したらほとんど多分みんなそう言うでしょ。教授にないんですよ、この方。だから、まあそこも取ってほしいかなっていうのと、本当に、自分の中で、こう、なんだろう、思い出深いイベントだったなっていうのは、あ、でも納得した。人間かもしれないじゃないし。あ、ね、原ちゃんに投票してて、っていうのも、もやーなんか、あー、確かに。深い性はなんか、でもやってることはめちゃくちゃ素敵なの。なんか会う機会が増えた。でもこれ辛かったことなんかすごいショック。なんか大事ではないっていう。あ、でもそうかも、そうかも。一番ではないかな。そう。濁らしてるっていう精査だけだけど、言ってることがすごい、なんか納得もできちゃう。うん。あ、酔ってる。まいまさんに投票したんだね。はい、鳥。はい、ちゃん。はい。あ、川中。うん。うんね。私あの、鳥さんをします。鳥ちゃんのさ、鳥ちゃんだけじゃないからね。何？にゃんにゃんにゃんだっけ？にゃんにゃん、にゃんにゃんにゃん。楽しかった、楽しかったし、アンナがね、見てない人ごめんなさい、アンナが、意味をすり替えようとしたんですよ。カツオの意味を。それがちょっと天才的な発想すぎて、めっちゃ好き。めっちゃ好き。では、議論時間終了です。皆さん、ご起立ください。はい。順番2の自由投票です。投票先と投票理由を手短にお願いします。投票します。鳥ちゃんに投票します。最初の、誰が怪しいかっていうの投票もそうだったんですけど、まつりちゃんの意見とすごく、同意見。まつりちゃんが最初に、にゃんにゃんが辛くなかったの辛そうだったよって言ったら、確かにって思って、めっちゃ、意見乗っちゃったんですけど、それですごく怪しく思いました。投票します。重ねます。鳥ちゃんに投票します。ただ、これで結構、私は人狼同士が人狼に刺さないと思っているから、結構この、釣り対象を決めた、その刺した人とかのラインの精査ができるんじゃないかなと、ちょっと思っていて考えて、以上です。投票します。鳥ちゃんに投票します。前々にさっきはやったんですけど、でも、前々のクイズ強烈だったのはすごい共感できたっていうか、納得できたから、鳥ちゃんがニャンニャンきつそうだったのは見ていたから、ちょっとそっちで鳥ちゃんに変えてみました。投票します。占い師です。原ちゃんに投票します。アンナが白崎です。はい、占い師です。多分、ほんと大丈夫。今日鳥ちゃんを言って大丈夫です。私多分噛まれちゃうから。みきみきが人間です。鳥ちゃんに投票してるのみんなフェニル。フェニルは分かってた。2枚目投票しまーす。まつりちゃんを盲信してます。鳥ちゃんに投票していて、理由としては、結構票が入るっていう段階で、もうちょっとカミングアウトが早くてもよかったんじゃないかなと思いました。前提でっていうのは理解できるんだけど。鳥ちゃんに投票してるってあると思う。5じゃないですか？ 5? はい、5だね。はい。鳥ちゃんの白崎があなたですか？あれ？あ、ごめん、違う。アンナ、アンナ。あ、投票したのは原ちゃん。アンナが白崎。うん、なるほど。投票します。チョコとアンナは今のところ村人だと思ってるから、任せるといい意味で、私、トリちゃんにこのままちょっと投票するのを悩んでしまった。決めてもいいんだけど、ちょっと決めるほどの、私はその、フェンリルのメンバーの、その、あ、決まってるか。じゃあ、怪しいという意味で、完全に間違えてる今。誰か一人なんか立ってるように見える。怖い、怖い、怖い。上演できる人がいるんだよ。序列に入っちゃってる、序列に。4人立ってるわって今思ったんだよね。4人立ってるわって思ってた、本当に。今みんな。あ、まあ、気
票で。てか、いなかったんだよね。一番鳥ちゃん愛し困っちゃったんだよね。まあいいや、鳥ちゃんだけ。まあいいや。でも、どうしようかな。もう決まってるから。私は、出んだもんね。かぼちゃんに。ちょっと忘れてぼーっとしてたかな。あ、じゃあムキムキに。なんで？鳥ちゃん、あ、鳥ちゃんはもう決まってるから意見としてムキムキに入れるんだけど、ムキムキの最初の議論で私は入れてて、あげてる人であって、ムキムキの言ってることなんだっけ、気配じゃ、やめようが私は楽しいのかな。あ、楽しかったよ、もちろん。楽しかったんだけど、ちょっと待って、これ難しいね。楽しかったんだけど、なんか大変そうだなって思ったし、占い師はまず一応信じている。うん、でもまあ、赤ちゃんの言うことはわかる。だって、どっちがかわかんないから。はい。もう一人見えてるのにわかったから。はい、決まってるんですけど、鳥ちゃんに投票します。アナのこと言ってくれててすごい嬉しかったけど、確かに、一戦目のまつりちゃんが言ってた様子とかを思い出したら、笑ってしか鳥ちゃんはいなかったかなと思ったから、鳥ちゃん自身、なんかなかなか言いづらくて辛かったのかなって。って思います。あとチャコがちょっとめちゃめちゃ気になる。最初の方とか忘れてたりしたから、どうなんでしょうって感じです。では本日転校となるのはトリちゃんです。はい、お笑いの言葉どうぞ。笑ってんなら楽しかったじゃん。占い師で、松ちゃんがオオカミです。白崎はアンナです。わかんないけど、ハラちゃん、松ちゃんかなと思います。松ちゃんは噛まれないです、オオカミなので。ハラちゃんを怪しんでるのは、具体性がなかったことかな。私の悪かったところは、ちょっと人間、なんて言うんだろうな。なんだろうな。狼に配慮しすぎたかなと思ってしまいました。ニャニャジロ、楽しかったよ。え、怖い。ちなみにちゃんは転校します。皆さん、おやすみなさい。夜時間終了しました。恐ろしい夜が明け、朝が明け、夜が明けると、まつりちゃんがお亡くなりになっておりました。まつりちゃんは余裕でつない議論に参加できません。それでは2日目の議論開始してください。どうぞ。おはようございます。まつりちゃん狼だったってことですね。そうですね。ってことは一郎か。一郎か。一郎だ。囲ってたらあんだ。うん。けどね、ないです。でもアンナは本当っぽかったから、1周年の。うん、うん、わかる。うん、1個言っとくと、まつりちゃんが噛まれてることは絶対に人間陣営ってことになり、鳥ちゃんがじゃあ人外陣営になるんだけれども、その結果をもってして潜伏するのもありなんだけど、霊媒師が出てくると結構明確にはなるんだけど、お任せしますって。確かに、霊媒師。ここが潜めれたら超いいんだけど、噛まれるっていう懸念はあるけど、ここで一発当てたいなっていうのを。お任せ。任せで。あともう一個気になったことがあって、まつりちゃんの白崎ってミキミキだったよね。ミキミキだった。あれ私だっけ。ミキミキだった。あれ私だっけ。自覚がする。チャコがそれを。ミキミキは人間みたいな。覚えてなかった。オッケーオッケーオッケー。全部合ってたんだろうなっていう印象だった。言われてた。ハラちゃんこと勘違いしてたもん。ハラちゃんこと間違えた。確かハラちゃんが鳥ちゃんに入れて、アンナが白崎っていうのは、その辺が多分ごちゃった。そうそうそう、ありがとう。一旦、鳥ちゃんが人狼っていうのは確定情報だと思うから、鳥ちゃんに前半に票を入れた人を私は知りたくって。で、決定したのが私なんで。そうだね、今逃げると思ってる。1票目。2票目。で、強い票って重ねたのが2票目。2票目と、3票目。前半あれ、5票入ってたから。私1票で、2票目。あ、鳥ちゃんの時にってこと？じゃあ、5票まつりちゃんに入れた人、相手を挙げる。はい、しよう。5票。入れたと思う。ハラちゃん最後に入れてるけど。で、無効票がアンナ。あ、無効票が私。私も。あ、だから、今聞いてるのって、前半だよね、5票。前半。前半の5票。前半の6票目からは、1番目から順番やっていくか。じゃあ1番。1、2番。3番 ?4 番。かな。うん。5。5。で、まつりちゃん。まつりちゃん。かな。あ、こ。まつりちゃんが私がさっき分かんない。確か、まつりちゃんの席に前々のその後に申し入れるっていうのが順番。覚えてる、めちゃくちゃ覚えてる。こう、私は、この最初の5人は人間だと思っていて、もし道切れが入っているんだったら、前々くらいに分かっているから、私はアンナで囲いが発生しているか、まあ、グレーの
私ちゃこちゃん、うん、赤ちゃんの中にいるぐらいには絞れている状態です、うんね、でも私、あ、じゃあ私が怪しいと思うから言うんだけど、テンパってたのはなんでそんな盲信民ができたのかなっていうのが分かんなくて、でも確かにでかったっていうか、まつりちゃんは本物っぽかったし、でもだからって鳥ちゃんが偽物だっていう理由がその時は明確に見つけられなくて、考えすぎてこうテンパって、で鳥ちゃんの白先も忘れて、あれ誰だっけなと思ったら、とりあえず原点に戻って私はミキミキに投票してたし、最初に投票っていうか言ってたから、うん、ミキミキのその闇うごので、うん、考えてしまった、うん、から昨日はちょっとバタバタした、うん、ごめんなさい、うん、はい、全然大丈夫、私今本当になんかアサラサと結構考えが近くて、身内切りしてるとしたら前々なんだけど、うん、まつりちゃん盲信するってあれだけ言ってるから今日は私あんまり考えたくないなって思っていて、うん、でミキミキも1票目にあそこで本当に全体の1票目でいきなりとりちゃんに行ったからさすがにないかなって思ってるから結構人間を消してる、うん、アンナがさ、こうちょっと時間を置いて持ってた理由ってなんか迷ってた、うん、うん、迷ってたね、鳥ちゃんがアンナって言ってくれてるのもあったし、うんうんうん、あのどっちかが本物かも分からなかったし、今日で決めちゃうなっていう気持ちがあったかな、うんうん、私意見がまとまらなかった、なかなか自分の中で、うんうんうん、で、最終的にまとまったから鳥ちゃんに投票した、そう、うんうんうん、なんか一個その最初のさ、ワードを思い出したんだけど、うん、アッカは確かにめちゃくちゃその気遣い人狼だっけ、うんまあ、理解できるんだけど、なんかダンスとかめちゃくちゃこうもっと思い出実はあったんじゃないか説は起きてる、人狼ゲームに絞ったって最初に発言してる。オッケーオッケー、なるほどね、うん、そうそう、あのいっぱいあるけど、まあ、人狼ゲームの、お題だったから、うんまあ、人狼ゲームに絞った、うん、だから人狼ゲームの中でっていうふうに発言はしてる、うん、なるほど、うん、なるほど、まあ、でも1個ね、人狼連れてるってことで、うん、まあ、白崎は、まあ、鳥ちゃんが人狼だから、もうアンナも入れて、うん、今投票ってことになるんだけど、うんうん、いやー、どうしたかね、時間が30秒ぐらいで、私は私も集まりそうだよね、集まると思う、うん、わなんか私、本当に村人だから、からいい、嫌だなって思ってて、私がもし人狼だったらば、鳥ちゃんじゃなくて、もっと自分が早い段階で次、他の人に、うん、あの配る、まあ、確かに、あのバラす、うんうん、あそこまでさすがに待てないし、なんかしないとなって思うし、確かに、あんな目線って、あと一度誰だと思ってる、そう、それがすごい難しくて、うん、私とって思ったけど、さっきのチョコのか、なんか改善点というか言ってくれたので、聞いて、反省を聞いて、あれだなと思ったし、さらさ、はい、では、議論時間終了です。覚えてなくて、投票に移ってください。前々もよく分かってない、議論時間終了です。はい、いやすごい難しい、どうしよう。はい、投票します。ね、アンナかアッカだと思ってて、アンナに投票するね。今考えてたんだけど、霊媒師ってやっぱり出た方がいいわ。1連れてるから、もう情報って別にあんまり有効ではないから、潜伏する理由もない、隠し路に1個なることが大きいと思うから、出ればよかったって思いました。うん、投票します。悩んだ、私もアッカちゃんかアンナで悩んだんだけど、結果アンナに投票します。ね、かっこいい、ちょっと、あの、自信がないから早めに投票したんですけど、アッカちゃんが、なんか、マイマイの意見を聞いて、あ、それ納得したって、結構意見を変えてたイメージがあって、柔軟だなって思ったから、そこが、新芽っていうか、村人っぽいなっていうポイントが高くなって、ごめん、アンナに投票します。じゃあ投票します。霊媒です。チャコちゃんに投票します。そうだな。私が選んでたのは、アンナが私のことを怪しいって言ってたから、私が霊媒なので、私以外の人に視点を向けてほしいっていう意味で使用した。私はチャコちゃんかアンナのどちらかに人狼がいる感じがしているんだけど、鳥ちゃんが結構釣られそうな中でわざわざアンナにしろって言ったのもちょっと気になる点ではある。ただ単体でアンナは怪しい。以上です。投票しないんだ。投票します。ちょっと待ったのは、アンナとチャコを怪しんでいて、二人の意見が聞きたかったから、待っていました。で、サラサは霊媒使用する前から一番村っぽいと思ってた。まあ、投票、考え方が似てるっていうのも発言してたし、ごめん、ミキミキ人形を切るって時よく考えた、まつりちゃんのね、人間だったね。それも言っといて忘れてたらごめんね。っていうので、正直、怪しいのはアンナの方なんだけど、並べます。チャコに投票します。投票します。チャコに投票します。あのね、
よくよく考えたんだけど、私の白アピにはならないんだけど、チャコの、あの、ちょっと気になった点として、チャコだけ鳥ちゃんに投票しなかったのね。あそこであたふたしてた理由はすごくわかるんだけど、あたふたしてた理由として、人狼同士だからこそ鳥ちゃんに票を入れられないから、どうしようどうしようってなって最終的にムキムキに入れる理由を考えてたんじゃないかなって思ったから、あの、チャコに入れました。それか、唯一私が言えることかな。うん、村人だから入れないでほしいです。以上です。あ、思い出したんだけど、鳥ちゃんがハラちゃんに入れたのか。あ、ごめんなさい、もう何でもない。それごとと思って聞いてた。昨日の悩みが自分の中でこうかなって思っただけっていうのと、投票は本当は赤ちゃんにしたかったんだけど、私はアンナをもう疑っ、待って、こう言うとまた矛盾が生まれるんだけど、赤ちゃんを疑っているけど、アンナのことも疑ってたからこそ、2人が投票してから見たかったっていう考えが、まあ、みんな一緒であって、こうなると私アンナに投票するんだけど、気持ちでは赤ちゃんの方が疑っていて、アンナの発言がすごい人間っぽいなって思うから、だと人間かなって思っただけ。だからわかんない、アンナと戦うから考えます。はぁ、どうしよう、どうしましょうか、皆さんどうしましょうか。長くなってしまいますよ。この中で私は怪しい人が実は3人いまして、まあ、チャコとアンナは怪しい位置に上がっていきます。もう一人は、ハラちゃんですね。ハラちゃんの一番最初の、なんか、やんわりとした、まあ、辛い話ではなかったけど、一番じゃないだろうなっていうところ。身内切りしてるんだったら、ハラちゃん。でも、このね、どっちか決めたいですよね。はぁ、どうした？どうしよう。あー、どうしようかな。鳥ちゃんに入れてないんですよ、チャコは。だからね。まあでも、一人狼なので、今日はチャコに入れます。さよなら。それでは、チャコちゃんが成功となります。はい、チャコちゃん、お別れの言葉をどうぞ。消せにしてくださいっていうのをすごい忘れて、消せになるものだと思って、あの、理由を保持していました。すみません。言えることは、アンナだったら、身内切りのタイミングめっちゃバッチリだと思うし、私、じゃあ身内切り先に、もう鳥ちゃんが仲間だとしたら、もう、大体分かって投票してた方が絶対に強かったと思うし、こんなに疑われることがなかったと思うので、あの、私ではないですので、アンナを釣ってください。分かんない、赤ちゃんかもしれないと思います。以上です。はい、さようなら。はい、ではチャコちゃんを追放して恐ろしい夜がやってきません。あら、人間の勝利です。すごい、はい、ちなみに人狼じゃなかった時に何て言うの？ちょっと本当に考えてないです。なんだろうな、なんだろうね。でもいろいろやらせてもらって体操も楽しかったし、麻雀も楽しかったし、人狼も楽しいし、楽しいです。まつりちゃんは鋭かったね。鋭かったね。でも本当にその場にいたフェネルがみんなどこまで行けば鳥ちゃん楽しんでなかった。楽しかったよ。楽しかったよ。そんな毎日え、楽しかったけど困ってたよね。困ってた、困ってた。記憶をたどるとは困ってたな。うん、何も喋んないように笑ってました。何言ってもあんなかあんなかって言ってた。あんなが最高。チャコは本当だったらなんか楽しかったことありました。なんかもう何も思い浮かばなすぎて、みんなのこのなんか誰が白とかも何も聞いてなさすぎて、あ、誰だと思ってちょっとぼーっとしすぎてしまったのが反省です。あ、ですね、それそれ聞いてましたかね。一瞬で一瞬で楽しかったですか。そうです。あ、闇湯でまた今ポンってやった。あ、楽しかった。よしそうだったね。闇湯も同じやん。嘘一緒。嘘一緒。チャコちゃんはですね、出てない動画の話をしてましたね。いつか公開になると思うので、演技人狼同じじゃない。チャコがそんなに楽しくなかったって。楽しくなかったって楽しかったかな。でですね、今9時15分でして、45分あるので、お題人狼をもう1ゲームやろうかな。また、また、
人狼の人は嘘をつきます。で、村人の人は自分が死んだらハンターとなって誰かを道連れにできるというやつです。はい、どうでしょう。久しぶりな気がする。二郎の9、8、7、7村かな。だから二郎七村です。二郎七ハンター。七ハンター。人狼の方は嘘を言ってください。人狼の方はいい感じのことを言ってください。いい感じのことを言ってください。いい感じの本当のことを言ってください。はい、はい、結構悩んだ。なんだろう、なんだろうな、なんだろうな、キリミさん、キリミさんはぽい。はい、おはようございます。おはようございます。お題の答えを、もう決まったよって人います？はいはい、じゃあ、まつりちゃんからでしょうか。わかりやすいので、はい、私が YouTube でやりたいことは12時間作業用動画をやりたい。作業用動画とか作業用 BGM みたいなのあると思うんですけど、うん、なんかみんなが例えば作業を仕事したりお勉強してる時にずっと流しっぱなしにするみたいな感じで、ずっと私が12時間なんか何でもいいな、例えば勉強だったら12時間ずっと勉強してるから一緒にそれ流して12時間集中して勉強した人が自己主張の12時間家族主張さんがやつ、家族主張さんがやつ、そうそうそう、だいたい頑張りたいけど気づいたらなんか変わったりする。わかるわ。そう気づいたらなんか変なことしてたりする。いやーもう間違えない。はい、ではまいまいさんどうぞ。ごめんね、ちょっと先にいいですか、ちょっと考えてみて。そういうのいっぱいありすぎて。一人一品持ってきてみんなで鍋。あ、楽しそう。めっちゃいいじゃん。鍋も。楽しそう。これってさ、私卒業会社、私だけやれないの？長時間っていうイメージがあるから、うん、まあなんか一つの種目、一つの種目ってなんか何個か取って、まあ小出しにしていくみたいな感じをやりたいです。楽しそう。私はキャンプやりたいです。ああ、ちょっとご時世柄のことわかんないけど、キャンプやりたい。そう、超いいんじゃない、うん、ご時世柄でもいいんじゃない、うん、そう、なんか火とか起こしたいみたいな。ね、本当？本当。どうぞ。私、サバゲーやりたいです。ああ、サバゲーめっちゃいいと思う。めっちゃいい。思いっきりサバゲーしてほしい。あー、超美味しそう。やった。めっちゃ楽しそう。ちゃこさん。私は、私の気になることの調査。うん、わかる。そうです。ちゃこや。例えば、虫の足はどうなってるかとか。自由研究的な。それを研究を永遠とやって、ちゃこがやってる。勝手に誰か引き連れて。あー、やだ。本当にやります。わかりました。はい。ありがとうございます。サラサは夏っていうのもあるんだけど、うん、ホラー系のドッキリをやって、一番誰がびっくりするか決定戦をしたい。それが出たい。それサラサは参加する？あ、私は見る側。まあ、私は個人だとしても、うん、ベイビーとか絡むっていう意味でやりたいことが隣の晩御飯っていうので、みんなの鉢をしゃもじ持って海外の鉢に来たのでいいね、食べに行く。で、ご飯を食べさせてもらうっていう、いいね、食べをしたい。ちょっと面白そう。面白そう。そうということでした。はい、では、全員の答えが揃いました。投票は、名前のみにさせていただきます。5分間議論して、投票した人だけの名前だけいう感じにさせてもらいます。はい、それでは議論開始してください。どうぞ。はい、おはようございます。いや、チャコ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 サラサチャコサラサ、何やの、まつりちゃんも。チャコサラサ、まつりちゃんの勉強好きよ。まず勉強好きやけ、12時間もやる？え、なんかね、いやそう、なんか実はずっと長いことをこう作業してるとかが、なんか飽きちゃったとか言わない。でも私も一緒にやるとできるから、一緒にやりたい。たまに変わったりとか、たまに変わったりするの。たまに変なことする。12時間ここに目がいたね。そうそう、高橋さんがやってんだよ。でも5時間だったらまだ分からないとか時間が長い。12時間は確かに。そう、たまに変なことするよ。お化けは？え、ホラー企画。じゃあ見たいじゃん、みんながびっくりする顔を。
あ、でもそれは納得しちゃって、うん、ホラーは大丈夫なの？そろそろホラーはね、まあまあ見るのはその本校とかそういう番組を見るのは苦手だけど、うん、ドッキリって作り物って分かってるからそれは大丈夫って、うん、あ、なるほど。納得しちゃう。絶妙だな。絶妙。私すごい気になってるのが鳥ちゃんで、あ、分かる、うんうん、ダンスっていうのは私は歌とかだったらなんかすごい説得できたけど、それってなんか具体的にどういう、どういう、どうやってダンスあんま得意じゃないんですよ、うん、お恥ずかしながら、うん、なのであの上手い人がいるんですね、ベイビーって、うん、教えてほしい。あーいいね。結構私今トリちゃん村だと思った。私もちょっとあの、ね、ずっとやりたいやりたいって感じ。そうまずね、やりたいんですけど、そう上手くないもんで、やっぱり私チャコが気になってしょうがない。違う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 。チャコならいい金はさ、受験級でも受験級さんもダンスやりたいって言ってたよ。言ってたわ。いろんなことに興味があるから私すごい共感するんだけど、ちょっといやー村だと思ってる。村だと思ってる。どっちかってサラさんの方がやっぱ気になる。そう、火起こしは火起こし、火起こしのキャンプも。やってもちゃキャンプか。虫好き？虫は嫌いなんですけど。無理だよ、キャンプもね。白いもんね、あんな。そうですか。みんななんか私だけちょっと要素が。虫は苦手なんですけど、うん、なんとかなるキャンプ場もあるし、あと冬だったら出ないから。綺麗。寒いよ、冬とか。でもやりたいんですよ。え、なにご飯何作る？何作る？ご飯は、なんだろうな、なんかパスタ。クリームパスタとか。キャンプでパスタ？キャンプでさ、クリームパスタ。カレーとか。なんかスープカレーとか。おしゃれだな。普通のカレーでいいか。あれ？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 あめちゃくちゃ、もう触れたいもんか。え、ミキミキって何だったっけ？え、私は、運動会的に。あ、それは、やりたい。そんなイメージがあるから、人間っぽいな。うん、え、そんなに？いや、わかるよ、わかるよ。楽しそうなのもわかるけど、なんか、ホラーでちょっと怖いのも、もう無理っていうイメージがあるから。え、でも、作り物じゃん。作り物。お化け屋敷は平気なの。無理だけど、お化け屋敷は結構一番前で友達引き連れて歩くことがある。ちょっとごめん、怪しく思えてきちゃった、今。それってさ、どういう意気込みでやりたいの？それは。なんか普通に、ベイビーウルフの新たな一面をみんなに見せたい。ああ、なるほど。驚いてる、それ。企画的にないの？あっかなんだっけ？闇鍋。あ、闇鍋か。闇鍋だよ。闇鍋したい。ほんとに？超したい。超したい。超したい。一番が闇鍋？どうすんの？だって三上さんが。ね、すごいの持ってきちゃった。なんかそれは、連帯責任。どうする？まつりちゃん無視。連帯責任。そうだよ。でも誰かが分かんない。それは無理だよ。私もつりちゃんは気になっちゃう。まつちゃん、私でもね、人間なんだよね、これ。まつちゃんと誰が愛してたっけ？腹。腹。キャンプ。キャンプ。キャンプ。やばいよ。ビジョンが薄いもん。いやいや、キャンプへの。いや、ちょっと直感でやりたいって思ったんですけどね。まあ、そっか。詳しくやりたいの。キャンプでパッションだもんな。わかる、キャンプでパッション。キャンプでパッションだもん。アニメで作れるのが、なんか簡単な。でも、家で空じゃなくて、キャンプでやりたい。サラサかな。サラサ、わかるけど。わかる、めっちゃわかる。では、議論時間終了です。皆さん、立っていただいて、この今日の名前だけでお願いします。はい。はらちゃん。はい。じゃあ、とりちゃん、触る。はい、サラサ。はらちゃん、1知って、操作のみてね。はい。はらちゃん。はい、サラサ。はい、赤。はい、あっか。はい、はるちゃん。はい、まつりちゃん。はい、さあさあ。はい、3票の人が2人かな。
では、まあ、弁明でもしておきますので手短にお二人立っていただきまして弁明をしていただいて一斉投票となります。熱意ください。熱意、ね、私がキャンプをやりたい理由は、まあ、ひたすらみんなとそのなんか思い出を作りたかった、青春みたいなことがしたかった、で冬だったら虫も出ないし、なんかみんなで一つのものを作り上げるみたいなことがしてみたかった。だからこんなに集まると思ってなくてちょっと悲しいし、クリームパスタがそんな出てなかったのが結構ショックで、みんな何がいいんだろうなって、まあ、そこはみんなと話し合いながら計画していきたいなって思ってます。かわいい、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。さあさあさあ、レッツお願いします。ねえ、これなんか釣られそう、やばい。私はそもそも私はこう今回のね、先日公開されましたマーダーミステリーで、こう演技してる姿初めて見たとか、そういうなんかベイビーの新しい一面見れたって言ってる方がめちゃくちゃ多いなって意味、こうなんかね、受け取ったんですよ。だからこういろんなベイビーウルフの一面、そのこの子意外とびっくりしそうなのにびっくりしなかったんだとか、やっぱりミキミキちゃんのリアクションって本当にすごいんだとか、そういうなんかいろんなベイビーウルフの面白い一面とか可愛い一面をみんなに見てほしいし、私個人的に見たいからやりたい。だって作り物嫌だ、それからの投票は絶対私なんだろうなって思ってたけど、私はめちゃくちゃやりたい、みんなやりたくない、おとなしく死ぬかもしれない。では、原さんに言いたいと、一番原さんに言いたいと、今を出していただきます。今回からブーにして前に出してください。いきます、せーの、ドン。原さんに入れてる人、2人、サラサちゃんに入れてる人、おかしいんだよ。はい、5人、では、サラサちゃん正体教えてください。人狼です。こんなこと
こと。あ、私実はそのやりたくないことではなくて、やりたいことの2個目で、うん、1個目は私原ちゃんと歌ってみたより。あー、叶えますよ、これは。叶えたいなのに、叶えたい、歌のコラボがしたいなって、うん、メンバーって感じでした。はい、さあ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 、みんなでピクニック。かわいい、かわいい、ピクニック、かわいい、ね、しようね、みんなでピクニック。ピクニックとキャンプってなんか違いますね。一緒、やっぱ一緒ですよ。一緒ですよ。クリーム、ピクニックかわいいなって。クリームパスタがいかがなんだろう。ネットリしたものはありがとう。なんか冬のキャンプもちょっとなんか寒い。なんかホワイトソース作るっていうそのね、なんか人数分クリームパスタ作るんかなって。あ、なんか空気悪いですね。しないと入らない、うん、すごい感情を全部そう落とすってしてこう、ただだけなんだけしていくんだ、すごいわ。では、15ゲーム2戦を楽しみいただきました。